い、皆さんこんにちは、こんばんは。ご視聴いただきましてありがとうございます。大変長らくお待たせをいたしました。今年も始まりました我が家のベタ自慢コンテスト第3回になります。今年もたくさん参加いただきましてありがとうございます。参加していただいた皆さんも、そして今日見ている皆さんにも素敵な景品どっさり構えてますから、うちも多分33周年から34周年どっちか忘れたけど、まあおかげさまでなんとかやってますんで、景品ぐっすり構えてますから、景品欲しい方はね、ぜひコメント書いてください。そして動画にいいね、いいねが一番多かった方が最優秀賞になりますね。優劣はあんまりつけたくないけど、まあコンテストですから、ぜひコメント、そしていいねをお願いをいたしますね。今から見ていただきますから、それでは早速どうぞなんかしまらんかったけど、作品はとってもいいですからお願いします。皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございます。素晴らしい作品だったですね。ぜひ、作品にいいね、そしてコメントもお待ちしております。コメント書いてくれた方には、最優秀賞だった場合は、最優秀賞の商品同等のやつを構えてるし、まあ、各賞いろいろ構えてるから、ね、各メーカーさんにお願いしたんですよ。メーカー賞、作品の出品者と
視聴者の方にそれぞれ抽選で差し上げますということでね、各メーカーからもたくさん、協賛いただいてますんで、ぜひいいね、そしてコメントお待ちしております。毎晩9時からはベタの何でも相談室、ベタの飼育に関すること、まあ、お魚、金魚、水草に関することでも結構です。分かることはお答えしますんで、概要欄にある質問ボックスの方に画像を添えてね、こんなやつなんですけど、ダラ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 って書いてくれる方いらっしゃるんですけど、画像動画を添えてくれたらもう一目瞭然ね、これが一番ですから、ぜひ、質問のある方は概要欄の質問ボックスに入れてください。最後までのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録いただけると久竹嬉しいです。他にも作品今日同時にアップしてますから、ぜひ他の作品も見てコメントいいねお願いをいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた9時にお会いしましょう。ありがとうございました。